何をしている？不用心ね、鍵もかけずに。そういうお前こそ勝手に入り込むな。だって開いていたから。車のトランクが開いてたらお前はそこに入るのか？もうそんなに怒らなくたって。言っておくが、俺がいない間は隠しカメラで撮影されてるからな。行動には注意してくれ。え、嘘。モーションセンサー付きだからな。動く物体に反応する。動画は有線で幸せ探偵事務所へ送られてる。そんな、困ります。まさかここで妙なことをやっとらんだろうな。妙なことって何ですか？フォークダンスと阿波踊り。バカ言わないでください、相馬さんの椅子に座って足を机の上に乗っけただけです。つまらんことをしてるな。だって私の事務所じゃできないんですもん。変なやつで、要件は何だい？進捗状況の確認です。どうだかな。マイペースでやってるよ。クラス A なら立ちどころに解決してくださると思ったんですけど。あのな、俺は超能力探偵じゃないんだ。地道に捜査をし検証して犯人を割り出す正統派探偵を辞任してるんでね。超能力一歩手前のくせに、どこからともなく事件を持ってくる能力が普通の人にあります？痛いところをつく。結論から言えばまだ何も進展していない。残念です。じゃあ一つ事件情報を置いていきます。事件情報？すっごく相馬さん向けです。俺向けか。知り合いの犬がムツゴを産んだとか。そんなほのぼのした事件が相馬さん向けのわけないでしょ。少し傷ついたかもしれない。隣町の精神病院から凶暴な患者一人が看守を殺害して逃亡したそうです。ほう、精神病患者が看守をね。笑い殺したのかい？看守の持っている拳銃を奪って銃殺。穏やかじゃないな。相馬さんってすぐに事件が挨拶しに来るから、だから先に事件を知っておけば回避できるかもって思いました。そんな小手先のことは通用せんがな。情報はありがたく受け取っておこう。ネクサス総合病院です。この町を牛耳るネクサスの子会社だな。トイレットペーパーから戦闘機まで扱っているようですから。うん。その他に変わったことはありません？君が綺麗になった。ダメです。もう。もうとはどういう意味だ？事件解決までお預けですからね。犬か、俺は。気をつけてください。警察も追っている事件も全て相馬さんの敵だと思った方がいいです。君だけでも俺の味方になってくれれば心強いよね。これからどうするんだ？もう戻ります。私のビデオ見てエッチなことしないでくださいね。その手があったか。
すみません、よそ見をしていたみたいです。大丈夫か？フラフラしてるみたいだな。あの、いい探偵事務所をご存知ありませんか？知るはずありませんね。私もうフラフラと言ってしまった。探偵を探していたようだが、もしかして、あの女がアッシュの言っていた。おっと、申し訳ございません。どこかで見たような気が。あら、アギオちゃん、いらっしゃい。お酒、それとも他の？これで4つ目の探偵事務所もダメでした。業界でも屈指と呼ばれている事務所で期待してたのですが、
この裏にある探偵事務所です。すごい人がいるというから行ってみたけど、どこも同じですね。どうしよう。周一、あの人は確かにいたんです。本当なんです。私何を言ってるのかしら。見ず知らずのあなたに言ってもしょうがないことなのに。私を捕まえに来るわ。早くしないと。この裏にある業界屈指の事務所といったら、まさか幸せ探偵事務所のことか。あの女、俺の事務所にまで顔を出したのか。時刻に女一人か、珍しいな。珍しいわね、こんな時刻に一人。俺のセリフだよ。恐ろしいことが起きるのはちょうどこんな時刻。気をつけなさい。ほう、どんな恐ろしいことが起きるっていうんだ。人がいなくなったり、死んだり、連れ去られたり。気をつけなさい。それも俺のセリフだ。Thank you.
こんな時間に人が。珍しいわね。こっちのセリフだ。女が一人で出歩く時間じゃない。幽霊でも出るかもしれないわね。この先の屋敷なんてまさにそうですものね。あの女、この先の屋敷から来たのか？